後方から動きを見せました福島勢7番の石井弘樹、それを見て2番の加藤寛治も少し前に踏んでいきましたが、主導権は赤番で7番の石井弘樹に渡りました。6番の市村もそれに乗っていきまして、福島勢を終始追走、ジャン周回バックストレッチへ受けて中断となった関東勢5番の阿部大輝、1番の小林大輔は好位置の 4,5 番手、そして2番の加藤寛治、4番渡辺健、愛知勢は後方に回されています。先頭は7番の石井弘樹、ペースに入れていきたいところ。3番手切れ目6番の市村雅樹、その後に4番手5番の阿部大輝が溜めてまくり勝負、最終周回に入りました。7番石井弘樹先頭、番手3番の鈴木誠、そして4番手からのまくり5番の阿部大輝ですが、合わせるようにして6番の市村雅樹、このまくりが決まりそうか。しかし追走してもう一踏みしてくる5番の阿部、阿部と小林が6番の市村に接近、その後2番の加藤寛治追ってきたが、さあ今度は変わったか、5番の阿部大輝外から1番の小林大輔、最後は並んでゴールイン、1番の小林大輔がかわし去ったかどうか。